はい、皆さんこんにちは。ネットビジネス界の目の上の単行部、ネット物販講師の黒沢です。ドバイで相変わらずうさんくさいことやってるみんな、いつ逮捕されるんだい。さて、今回は先ほど鈴木さんという生徒さんからいただいた、商品ページに低評価がついてしまった場合どのように対処していけばいいのかという話をさせていただきます。今回の動画参考になった方、よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。先に今回の動画の論点になります。低評価がついてしまったということは紛れもない事実ではありますから、焦らずに今から何ができるかということを考えていただきたいというのが1点。あともう1点は、こういった低評価がつくことも勘案して初回のテストマーケティングを行っていた。つまり、その商品が売れるか売れづらいか、そして売れた商品に対してどのような評価をいただけるのかということを試し売りをして確認したわけなので、テストマーケティングした商品に低評価がついたということも含めて、その後の物販に活かしていけば良いということです。では本題です。低評価が商品ページについてしまった場合、3つの思考を経て対策に乗り出すという流れが大切になってくるのですが、1つ目、低評価がついた理由を明確化する。これが何よりも重要になります。低評価がついた、悔しいって思ってしまっても、それはもうついてしまったものだから仕方がないです。それをどう糧として今後のネット物販に活かしていくかに注力すべきなんですね。私も高校生の頃、スポーティーな女性で好きな子がいて、その子とどうにか海水浴デートにこぎつけられたのですが、その海水浴の後、どうしても格好つけたくって体中に香水をパシャパシャ振りかけまくって一緒に帰ったんですが、今思えばめちゃめちゃ臭い匂い玉みたいな状況になっていたのでしょう。それを皮切りに、その子と一切連絡が取れなくなったんですが、後悔先に立たずです。タイムマシンがあればその時の自分に会いに行って、香水はワンプッシュでいいんだよ小坊主と言えたんですが、そうはできないですよね。同様に低評価もついてしまったものは致し方ないので、まずその理由を明確化して、次ステップ2、それと同じような低評価を今後は絶対にもらわないようにするにはどうすればいいかということを考えていくことが大切です。低評価をもらった理由として、画像とちょっと違う商品が届いた、そういった低評価が入ったとします。じゃあどうすればいいかというステップ2では、二の舞を防ぐための解決策を考えていくわけですから、その初回テストマーケティングだと、その商材はアリババ画像を拝借して商品ページを構築してしまった。しかしながら、その画像と実物が違うというのが問題点なのであれば、もちろん自分のスマホで撮影しても良いですが、できればプロの撮影家の方に有料で撮影してもらう。有料といっても、安い撮影であればワンカット500円とか1000円でできますから、そこまで多くの先行投資を必要とするものではありません。このように画像が問題なのであれば、画像を変えることによって、少なくとも今後同じような低評価を防ぐことができます。次、ステップ3、今回この商品については低評価がついてしまったけれども、低評価がついているということは、楽観的に考えると売れているからこそ低評価がつくわけですよね。よって、売れた商品の類似品を今後も展開してはいきたいので、その類似品については同様の低評価がつく前に、初回テストマーケティングの段階からご自身もしくはプロのカメラマンに依頼して、しっかりした画像を用意して販売することにより、売れている商品ではあるんだから、初めから強気で展開できるし、今回の低評価の原因となった部分は初めから払拭しているわけですから、より積極的にネット物販展開していくことができます。さて、ここからが一番気になっているポイントかと存じます。低評価がついてしまったこの商品ページ自体はどうすればいいのかということについて、3つの方法があります。この低評価がついた商品ページ、正確に言うと、この商品ページの中で販売している特定のバリエーションの商品に対して低評価がついたわけなので、このバリエーションをなかったことにするという裏技も存在します。
別の対処方法を2つお伝えします。まず1つ目、そのままもか、要するに低評価がついた商品ページであっても別にそのまま販売し続けてもいいということです。これは日本アマゾンよりもアメリカアマゾンの方が低評価がついた状態でも販売しやすいです。なぜならば日本アマゾンのお客様は評価を見て購入する傾向にある。一方、アメリカのお客様は評価がどうであろうと自分が気になったのであれば試着感覚で購入し、手元に届いてから本当にその商品を買うかどうか判断する傾向にあるからです。日本のお客様は返品しないけれども低評価を書く。アメリカのお客様はとりあえず手元に取り寄せてみて、そこで購入するかどうかを決めると言っても過言ではありません。このアメリカ人の感覚は中国から商材を買い付けてアメリカで販売する私や私の生徒さんにとっては非常にありがたくって、低評価がついてるから売れなくなるということが日本と比べると格段に少なくなります。このまま売り続け、もし次のレビューで5つ星をもらった場合、1つ星の低評価と5つ星の高評価の平均値は合わせて3つ星になりますから、より評価的にも売れやすくなるということも考えられます。2つ目、この3つの思考を経て、とにかく画像を改善すれば同様の低評価を防ぐことができることは分かったので、商品ページに残っている在庫を一度はけて新たな商品ページで新規一点売り出すというやり方です。具体的にはアメリカの外部の倉庫に返送し、出品登録を行っておいた上で新しいラベルに貼り替えてもらい、 FBA 再納品を行い、新規商品ページで販売し直すというやり方です。 Amazon 内での返送手続き一つとっても2週間以上かかってしまうので、時間も多少のコストもかかってしまう作業にはなりますが、すでに売れている商品ではあるわけですし、今回の低評価の原因となっている画像も撮影し直して改善できているのであれば、今度こそその新しい商品ページで自信を持って販売し直すということができます。というわけで今回は低評価がついてしまった商品ページに対してどのような考え方を経てどのような対策に乗り出していけばいいかという話をさせていただきました。最後までご清聴くださりありがとうございます。